と菊太郎昭和27年1月25日は、日本の牧師。日本のホーリネス運動の草分け。1868年に海国に生まれた。85年東京商業学校に入学したが、中大使生運の志を抱いて88年、渡米し、サンフランシスコで働く。翌年7月に、日本人福音教会寄宿舎の祈祷会に出席し、会心を経験。 メソジスト協会の監督、MC ハリスから洗礼を受ける。1891年に、カリフォルニア州サンフランシスコで、笹尾鉄三郎ら日本人たちのリバイバルを経験しこれをきっかけに伝道に身を投じ93年9月、アメリカで暗種礼を受ける。しばらく範囲で伝道した後94年帰国。帰国後、米国で一緒だった、笹尾、河辺定吉ら。 純福音派の人々と共に、小さき軍と名乗り、共同生活を営み、東京で伝道を開始した。後に、リバイバル伝道のため、キリストの福音、救いの歌と題する賛美歌集を編纂。新妻の英子夫人と距離にて、バプテスト宣教師ジェシー・ブラントを助けて、開拓伝道。さらに水戸でも伝道。1900年東京に戻る。文書伝道の傍ら、 死は新毛の困窮者伝道に従った。三年東京伝道学校教授に就任。日露戦争が始まると同時に、目視録略芸を執筆、出版。六年、尾崎行動と共に霊南坂教会の牧師になる。翌年日本クリスチャン教会のアザブ教会の牧師となり四十四年に引退するまで三十七年間在任。第三大牧師として無牧の状態にあった。 同協会を自給協会へと育成した。9年協会委員に呼びかけて、法音会を組織し貧しい結核患者の慰問と在的援助に尽力した。これは現在の親愛法音会に引き継がれている。法音会とは、有志の者から毎月、健康税として10銭ずつを徴収しこれを積み立てて、身寄りのない結核患者を援助するという松野の 構想が協会員の賛同を得て組織化されたものまた、この活動資金集めのため有志が会費を出し合って、演芸会などを催し利益を法温会に捧げたが、これが後に協会や各種団体が行うようになった、音楽会や映画会などの催しの先駆であるとしている。この間待つのは、日本クリスチャン協会年会議長、日本日曜学校協会理事、 日本キリスト教会同盟幹事、東京 YMCA 幹事、教文官総主事などを務めたが、教派合同が祝願であり、超教派の活動を行った。1933年のホーリネス分裂事件の際には間に入り朝廷を助け、2年後の1935年11月28日に、鉄道ホテルで行われた和教分離のご参会に参加する。 そこで、日本ホーリネス協会の中田重春監督派と、車田修二委員会らと共に席に着く。その席上、松野は司会の星島次郎に指名されて、スピーチを行う。その内容は、アブラハムが死んだ時、イサクとイシュマエルが仲直りして、葬式を行い、イサクが死んだ時には、 エサウト・ヤコブが仲直りして、葬式をしたという創世記の出来事を引用して、中田が死ねばきっとみんな一緒になるだろうという、皮肉混じりの内容であった33年に、神の国新聞に連載していた、天使の手記を出版。戦中から戦後にかけての主張に、君、僕主義があり、相手を君とし自分をしもべとする精神が、世界に平和を来たらすと説いた。戦後の著書に、 キリスト教官どころ、キリスト教郊外がある。敬虔な福音的信仰と温厚な人柄により常に、教会の諸活動の円滑な運営に貢献した。52年世田谷で没。83歳。ありがとうございます。